本酒シュビレーター続きをやっていきます。なんかロードしたらさ、この人また元の定位置に戻ってきたんだけど、ちょっとこの人排除しとこう。この人排除しとこう。排除排除。邪魔。ちょっと、動いて。邪魔だから。あれ？なんか動き悪い。ちょっと。ちょっと、邪魔だって。君邪魔だって。なんか重さが重くなってる。お前ちょっと、お前がいると、お前が優秀しし。ええー、ちょっと動いてくんないんだけど、この人。よしよし、よしよし。もう行っちまえ、遠くまで。お前なんか。よし。で、2階をやるか。今、この感じで。ちょっと2階をやろう。2階をやります。2階。これでいくか。2階のこの。2階も結構範囲広いよね。2階も範囲が広いが。やっていきたいと思います。で、最後に1階の天井と床を行こう。え、すごい勢いで許されなかった、今。後半だから、なんか疲れ、プレイヤー側の疲れを考慮してのこと、これ。疲れを考慮して、あ、なんか2階は落ちやすいか、若干。汚れの落ち方がスムーズな気がしないでもないが、相当あの屋根とかピラミッドの屋根が相当きつかったからな。ここら辺はなんか、あ、汚れが見えない。あ、アーチも OK。 あれ？汚れがまたバグってる。オレンジ色にならない。あ、ならずとも。何、後半はもうならないの？え、なんで汚れが出てくんないんだ？もう一回これロードし直した方がいいやつ？なんでならないんだ？これが浮き出て、だからオレンジ色みたいなさ、になってくんないんだけど、なんで？なんで？なんか。何かがおかしい気がするが、え、でも汚れのあれ見つけらんないとちょっと困ってくるな。どこが汚れてるか見たいんだが。それが出ないとちょっと困る。お困り坊やです。ロードし直すか。なんで汚れが出ないんだ。おーい、めっちゃ今キーボード押してるけどダメだ。落ちそうだな。綺麗な。レンジに光ってくれないと俺わからないよ。どこがまだ汚れてるんだが、俺には。どこだ。これが今なった。あ、待って、ここにも壁があるんだけど、これなんだ、これ何のやつ。船。これあれじゃない、市長がさ、脱出したでおなじみの船じゃない？多分。なんかここ光ってる。これ絶対最終回な気がする。あ、いや、よかった、光ってくれた。急に光を取り戻した。
光を汚れの光を取り戻してくれたんだったら、ちょっと入り口のとこもちょっとちゃんとやりたいな。まだ入り口が完了してないんだ。まあいいか。この壁画は何だい？車。あ、なんか家か。あ、この家覚えてるかも。ガレージがある家だ。俺の歴史が刻まれてるよ、ここの宮殿。俺の歴史が刻まれた宮殿。これが意味するものとは。で、俺の銅像が真ん中に立っているんだよね。それが意味するものとは。もうこれ最終回じゃん、絶対。そういうことじゃん。で、あの小人もなんかちょっと清掃してるもんね、王様の。最近現れないなと思ったら王様の感じで現れてきたから。これはここではちょっとシビアか。あ、ここね、こういうとこね。はいはいはい、よし。これが支え。この支えはこっちも込み、こっちも込みだけど、上の方とか。これは結構あとどこって感じじゃない？全部なのか。どこを支えてるのかよく。これ？じゃあ。ここかがまないと汚れが落ちないところがある。大丈夫か。意外にすぐ落ちるな。そんなに落ちそうだから、ちょっとここら辺までちょっと。
ちゃんだ来たんだったらこっちがやるか。ここにも壁があるよ。これは？大丈夫ね。大丈夫ね。今ちょっと音声確認をしました。でもちょっとやっぱ声質は悪くなっちゃってるよね。ちょっと今ノイズ除去を外したらね、なんか途中でミュートにならなくなったんだけど、対処法がまだそれぐらいしか。なくて音が聞き苦しかったら申し訳ない。ちょっと聞き苦しい気がするんだよな。なんかこれは何だ、これはどこだ、こんなとこあったっけ。ガレージがある。あ、これ消防署かな。あ、これ消防署だ。これがさ、後ろの消防署にあった塔で、これ消防署だ。で、これ消防署のヘリコプターでしょ。やっぱりこれは俺の歴史だ。俺の歴史だよこれ。最後どういう終わりになるんだ。これはどういうことになるんだ。俺はただの高圧洗浄機を使って掃除をしているだけの人間なのだが、ダートファインダー、なおダートファインダーと申す。あったね、飛行機、普通の。なんか何かを見つけてもそれはなんかなかったことにしてくれの飛行機じゃない。
ここにもあるぞ。ドリル、ドリルだ。ドリルと、これあれだよ、火山の火口のところをなんかこのドリルでなんか市長が穴を開けたから火山が爆発するきっかけを作ったみたいなやつじゃない？で、俺の車、これ俺の車、ほら見て、俺がここ高圧洗浄機でこうやってやってる。俺の車だ。このチャリ、このチャリあった、細いやつ、細いチャリあった、バイクもあった。あ、こうやって振り返りながらお掃除してくださいっていう配慮、この配慮に感謝。いや、すごいな、まさかこんな全部をこう振り返りながら掃除する瞬間があるだなんて。瞬間があるだなんてですよ。黄色いところはすごい、この黄色の天井はすごい汚れが落ちやすい。この家もあったんだろうな。なんかバンガローの家ではないよね。海沿いか、なんか海沿いの家あったっけ。結構何回もやってるから、いろんなあのところを掃除してるからちょっと忘れちゃってるところもあるな。
言うんだろう、中楼の支えの天井支えが全然綺麗にならないんだけど、これ全部全部でいろんなところにちょいちょいあるけど全部で、こっち側から抜いたね。これはこっち側か、こっち側がまだ汚れてるのか、こっち側まで汚れてるか、オッケー、これは全体的にオッケーになった感じだね。よし、これは船、あ、違う、これスケートリンクだ。なんかここで修繕試験をやるよって言ってたスケートリンクと、あとこれ公園、あ、なんか恐竜の滑り台があったとこの公園だ、これ。そうだ、あの公園だよ。
結構最後らへんでやったやつだ。銅像と、この銅像、ビームが出た銅像と、飛行物体と指刺してるやつ。これなんか最近の話だから、ここ8000年前でおかしくない？どういうこと、どういうこと、マジで。俺が何したっていうんだ、一体。俺が何をどうしたっていうんだ。ただ掃除してただけなのに何をどうできたっていうんだ、俺が。あの火山を沈めたっていうことか。掃除した、掃除室で世界は救われたんか。ねえ。なんとこの天井とか、これ長いやつで、この位置から全部いけるじゃない。さすがに、いや、いけそう。逆に遠目からじゃないと、ここのとこの、この上、ここのさ、白い点の、この、このさ、ここの棚の上がさ、わかる？上から覗き込まないとダメそうじゃない？でも、登るところがない。天井全部、全部か。違うの。ここら辺もどうやったら正解かまで見えてないけど。落ちちゃった、落ちちゃった、落ちちゃった、ついでに落ちちゃった、ついでに。落ちちゃった、ついでにの割にここすごいか汚れが頑固なんだけど、これが間違ってる。ちょっと長すぎ。すごい落ちないな。一番何でもない家なんだよね、ここ。ここは俺の振り返りはないんだ。まだあるってこと？まだやってない。やってないからここが埋まってないとかそういうのもあるのかな。なんか特別依頼っていう方はやってないのがまだあるんだよな。これこっち側からやんなきゃダメみたいな。じゃあ落ちちゃったついでにこっちの、こっちのこの頑固天井もやろう。
ちょっと、まっすぐにしたい。まっすぐに。こうか。2階行こう。もう1回2階行こう。まだ2階がまだだから。よいしょ、よいしょ。落ちてしもうたからな。どこをやった、あ、そうか。この天井ね。天井のところ。落ちちゃわないように。移動しながら、ちょっと近くに、今度こっち側から、こうして、こう。危ない、今落ちるとこだった。これ全部、あ、でもこれだけでいけそうだけど、まだ汚れが残ってるのはどこ？これ、これか、ここも OK。 ほんならあった天井か。天井の内側っていう部分と、これはやっぱりこっちの方がいいのかな。これ以上向けない。とりあえずここの汚れをちょっと、これ天井ここの隙に穴が開いてるから、いや、こういうこと、こっち側からこう、いや、でも遠いからな。だとしたらこっちでもいいかな。あ、ここだな。
も若干の汚れが許されてない感じ。ちょっと本当にちょっとだよね。あ、よしよし。いや、ここ頑固だぞ。これでこれでやっても一番スーパースーパーすごいやつプラスこれか。正解だかも。地道にこうゆっくりゆっくりやってればなんとか落ちるか。なんでここだけこんなに汚れが落ちないの？最後だ予感出してる。ここってなんだ？石、じゃああれするか、せっかくだからこれで、これをこれにして、石、石でしょ？待って、石、石あったっけ？石ある。あ、ない。石、ない。石の、石、石。石、石。いっぱい買って、で、装備してる？これ。装備してるかな？落ちてるかな？落ちているのかな？ガラスんとこもあるぞ。あ、落ちちゃった、落ちちゃった。ちょっと待って、落ちちゃった、落ちちゃった。落ちちゃった、落ちちゃったから。ガラスもあったな。でも、石んとこ、待って、落ちない、落ちないところ、落ちないと、ここが落ちない。届いてないのか、あんまり。じゃあ、もう届いてるところをやるか、逆に。もう石だよね。あ、もうなくなってた。なくなった瞬間すごい落ちなくなるってね。これあれか、遠くはあんまり無理なのかもね。なんとなくこの感じでいくと長いノズルをつけたところで遠くは無理なのかもしれない。綺麗になってなってるね。遠くは無理ということが分かったから、とりあえずじゃあこの床やる意味、じゃあここやろ。やりにくそうなとこ、やりにくそうなとこというとこをやって、あ、もう詰め替えないとダメ。
ここいいね、ここの掃除。ここ絶対だって大変そうだもん。なくなった。うん、いい具合いい具合。有効活用できてんじゃない？本当に金属のとこは絶対無理なんだね。本当に石だけですよ感がすごい。石のとこだけだよ聞くのはっていう。あ、詰め替えね。早いの、なくなるの早いの。もうちょっと近くに行って、あそこは自然にちょっとこういうとこもやって、なんか気持ち悪い感じに汚れ落ちてんな。ちゃんと落としてほしい、この洗剤くん。どうせじゃあ、あ、もうこれラストだ、ラスト洗浄液。村ができるんだよな。あと5。じゃあここをちょっと。もうなくなった。ああ、落ちてはいい、落ちてはいい。で、俺はどこをやろうとしてた、今。あ、この上か。つまり、この上は地道にやれと。そういうことだな。届かないんだよな。洗剤も、ちょっと届かないんだよな。
からの光か、これはさすがに。でも待って、外からの光なんてここ天井なんか入ってくる、まあ、いか細かいことは気にしない方がいいね。細かい汚れが全然あるな。宮殿を掃除して綺麗になったら何が起こると思う？宮殿か何か、またなんか神々しい光が出て、俺の銅像あるじゃん、あれがなんかなる気はするよね。あれがなんかどうにかなるような気はするけど、全然この細かいのが落ちてないのが悔しいな。これさ、細かいのこうちょいちょいあるけど、これさ許されない気がするんだよな、結構ちゃんとやんないと。ちょっと位置変える。ああ、いいか。ここもうちょっとこれで。あ、でもあとちょっとだ。この黒い部分やったら許されるかもしれない。あ、でもガラスの部分があるか。よし。で、あとは、じゃあこの細かいやつか。細かい手すり。いろんな角度からやることによって綺麗になるやつだね。綺麗になるタイプだね。じゃあここにいながらちょっと、なに？奇妙な発光する鉱石の痕跡があっちこっちにある。こんなの見たことがない。鉱石、あれかの、銅像から走ってたビームのやつみたいなことか。
ちょっと待てよ、あそこに何かあるぞ。それはさ、別にタブレットに送ってくるセリフじゃなくない？あそこって言われても分かんないし、こっちは。危ない、火山から飛行機が飛び出してまっすぐそっちに向かってるぞ。え、マジ？こっちに来てんの？飛行機が？え、俺さらわれるんじゃない？やばくない？それ俺絶対さらわれるって。ほんでさらわれて8000年前に連れて行かれるんじゃないか。じゃあ そろそろあれだ、これが終盤になってきたからなんか騒がしくなってきたね。多分そういうことでしょ。この掃除が終わりにかかってきてるからなんか騒がしいんでしょ多分。でこの人、この人どこ、あ、こっちからか。この人 OK、 この人はこの人も OK、 手すりは全部 OK か。手すりは OK、 じゃああとはこの床だ。床もなんかゴツゴツしてんな。反対回りした方がいいね。反対回り。よし、じゃあ普通のこの床か。洗剤使ったけどやっぱりこう細かいのが残っちゃって残っちゃって。
これの方が魅力が。あまり綺麗になるの遅いな。こっちのがやっぱいいな。近くに寄ってやった方が。されるか。許されない。もうちょっと綺麗にしなさいって怒られてる。もな、ここは多分洗剤でやったとこだろうな。あ、よしよし。じゃあ、あと この中央吹き抜け、ここはさ、ここは下の部分も関係してるか。となるとだ、ちょっと一旦上でもうちょっと念入りにやった後に下からやる感じかな。やっぱり一応こう、まあ若干上からできそうな部分があるから、こうやっといて、こんなもんか、こんなもんかもな。下はいける。こう上からやった方がいいとこがある。そんなことはない。これ下降りた方が絶対早いやつ。まあ、いや、ちょっとここら辺だけさ、申し訳ない程度に。いや、申し訳ない程度にこうやってもあんま意味ないか。これ頑固そうだね、ここも。最終的なこの床。いつもはね、床とか先にやっちゃうけど、今回床とか天井後にしたら、あー、落ちちゃった。でこの吹き抜けっていうのはどこまで？ここ吹き抜けがどこまでか。悪いか。ここもまだ吹き抜け。吹き抜けなんだけど、吹き抜けここまでか。これだけ。
ち行って、こっち行って、この、違うな、ここか、ここの、ここか。これをやれば OK か。OK、OK、OK。の節も結構こう念入りにやらないとこうボコボコのところに汚れが残るんだよ。許されないな。
れか。
こも白いところも一緒か。全長っていうの。洗剤使いたいんだけど距離がなあんまり届かないんだな。まさるこのやり方の問題なのかもしれないけど、なってまいりました。だって落ちないんだもん、これでやってもこのやり方でもまあいっちゃう、いずれ落ちる。ここ頑固なんだよな。天井は頑固じゃダメでしょ。首痛くなっちゃって、もう腱鞘炎になっちゃって首が。よし、あとはこっちか。あー、こっちまたすごいすごい広い、すごい広く、広くよ、汚い、広く汚い。同じ場所何回も往復作戦か、こうゆっくりやっていくか、どっちかだよね、落ちる方法。
の方が見てる人はあれか、酔わないか。ゆっくりの方で一回やります。でも落ちてないんだ。汚れを作るっていうプログラムも大変そうだよね。この汚れはこのぐらいで落ちるようにしてみたいなさ、全部細かいプログラミングでやるわけでしょ。いや作るのも大変だよな。遊ぶのはこうね楽しく遊ばせてもらってるけど、あ間違えた。いっぺんこっちの範囲は広いけど、やっぱり汚れはどうなんだろう。落ち方は良くないのかな。そうならない気がするけど、あ、落ちちゃった。ここはここで天井トランス、あ、エントランスの天井どこまでが、ここもここまでか、これもか。じゃあここチンして、よし、全然減ってかないもんな、この掃除の仕方だと。でもここだけじゃない、あと違う。ちょっとこう汚れを薄くしておくことで、でこうやった後に今度こういう方向で、こういう方向で、バーッとやって。なんかこれすごい効率悪い気がする。これ一番効率悪いやり方かもしれない。いやそんなこともなく、そんなこともなく、行ったり来たりすればいいよね。あ、そんなこともなく、この天井があるのはでかいよ。よし、でかい。ここあるのでかい。あ、あと床か。
あとゆかさん、あとゆかさんです。ゆかさんも範囲は広いけど。周りからやってるか。こう汚れてない。まず周りからきれいにしていく。最終的に輪っかをその周りからきれいにしてって、ちょっとずつきれいにしてって、最終的にどん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 その範囲が狭くなってって、最後中心だけ残るシステムでいこうか。いや、それか、やっちゃおう。この玄関のところをやっちゃおう。ここは区切られてないんだね。ここ全部なんだね。ほんと床。この部分だけで一回完結してほしいもんだけど、そうもいかないんだな。ここは OK かな。区画ごとにやっていくか。分かりやすく、自分の中で分かりやすく。
おー、ついに来ました、ついに来ました。たらこのピラミディオンの宝石、ピラミディオン、あ、ていうかここ全然ダメじゃん、ここ、ここピラミディオンの宝石どこのサイズじゃない、騒ぎじゃなくて、いやーちょっと待って、もう終わるよこれ、だって最終回でしょ絶対、振り返ってんだから、俺の奇跡を、俺の奇跡を振り返っちゃってんだから、ただ最終回なんだとしても問題がどう解決 していくのかは全然わかんないけど、ちょっとこれノズルを変えないとダメか、これこっちでいいか、いやー、ついにやってきました。集大成だもんだって、ここは。俺の全身全霊をかけて一生懸命掃除をした。一生懸命頑張りました。最後までできて偉い。もう自分で言ってあげよう。最後までできて偉い。ちょっと、あとちょっと、噴火してるな、噴火してるな、なんか止まる可能性あるでしょ、だってこれを掃除したことによって、よし、で壁眼裏側かける2、まあわからんぞそれは、マジピラミディオンの宝石はさ、もうピラミディオンはこれなわけじゃん。ピラミッドなわけでしょ？これがピラミディオンだとしたら、宝石って大体こう、てっぺんについてるもんなんじゃない？違う？てっぺんについてるの？なんか。え、マジ？てっぺんになんかついてる？これ、あらにの、どれだっけ？台に乗ったとしても届かないんだもんね。え、ピラミディオンの宝石って絶対この上でしょ？ない、ピラミディオンの宝石どこ、ちょっと待って、ピラミディオンの宝石、どこだ、え、ピラミディオンの宝石どこ、ピラミディオンの宝石どこよ、え、ピラミディオンだよね、これね。台座、宝石は？宝石なくない？え、宝石？これ、今から現れるみたいなこと？え？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってくれよ。ちょっとうまく乗れなくなっちゃった。え、この上じゃないだよね。ピラミディオンの宝石？これピラミディオンの台座、台座。え、台座、台座。え、わからん。宝石なんかないぞ。この上にあんの？なんかが。何もないよね。え、じゃあ、ちょっと待って、ちょっとわからんから、先に、これか。壁眼裏側。でも、2分の0だから、全然掃除できてないってことだよね。それはどこだーい、どこだーい、2階っぽいか？壁眼裏側。壁眼裏側。出るところは2階ではないか、ちょっとこっちに降りて、壁眼裏側、これ壁画だもんね、どこ光ってる、あ、今光ってたような、気のせいか。
け。この文字で探すしかないか。壁画裏が裏側って、いや、こうこっち側ではないか。マジ。壁画裏側、あー、これか。ここね、ジャンピング掃除する。ジャンピング掃除すれば許されるか。上とか、あ、分かった、これさ、こっち乗って、乗ってこうじゃない？あ、そうだ。OK。で、向こうもか。で、こっちも、こっちももう一個あったよね。あったあった。微妙に、あー、ここからならできる。あ、ここからならできる。で、ピラミディオン、宝石でしょ。宝石なんてないんだけど。宝石なんてあそこの上にあった？これ？この人をまさか上に乗せるとかそういうこと？あの台座の。あ、なんか光ってる。ちょっと、お前、ちょっと、お前は、ちょっと急に現れたんだけど、君ちゃんここに、置いて。急にで、うわ、ここ、これを掃除すんの？来たよ、なんか来たよ。ちょっとこれ、掃除しにくいな。焦るな。やっぱり、だってなかったもんね、ここの上に。え、この宝石を掃除する、ちょっと近いから。ちょっとこれ、やりづら。宝石ちょっとやりづらい。固定すればやれる。え、これ終わる？ついに？上がどうすんねん。え、まだよ。ちょっと待って、俺落ちちゃう。あと上側？あ、よし。で、あ、向こうに火山に、あ、なんかいろいろなんかすごい。で、あれが、う、なになに？攻撃してきてるあいつ。ちょっとお前、なに？またこっからビームが火山に出て、あ、あいつどこ行った？あ、ユーフォどこ行った？え、なんかパワーを送ってるよ。え、何事、どう、やっぱりここからビームが出て、火山に向かって、流れてはいるけど、ちょっと下から見よう、ちょっと、どういう状態？こっからでもいいか。下から見てよ。他に、な、今の宇宙船どこ行ったって、俺の確認もしていい？ちょっと一旦、俺に変化あり？これ俺でしょ？俺に変化はなしなんだね。俺から何か出るんだと思ったけど、俺からは変化がないけども、これどう、これで何にも誰も言わないの、なんで、まあ、とりあえず成果を見てからにするか。いや、これパート3に分けてやりましたけども、これで話は絶対あるよね、この後。お、長っ！セルリオンスカイ。お見事だ、船長屋さん。君に船をきれいにしてもらってから、僕たちは時間を遡っていったんだ。君の仕事一つ一つをきっちり順序通りに辿っていって、あの裏庭を掃除してた日々まで戻ったのさ。そして、振り返りながら、僕たち、これ振り返りでいいんだよね。振り返りながら僕たちは、あ、違う、遡りながら、僕たちは、ブレイクスラストの野望の手がかりをつなぎ合わせていった。
スラストはパシフィストの失われた都市のことで頭がいっぱいで、彼らの技術の動力源が希少な鉱石だと突き止めてからはそこら中で違法採掘を始めたんだ。待って、スラストってさ、市長のこと？違うな、スラストはパシフィストの失われた都市のことで、だって採掘をして独自の技術を開発した。彼はスラシレス山に豊かなことに利用して独自の技術を開発した。さらに失われた都を海上に押し上げるのに十分な力変動を起こそうとしたのさ。ただそれが、火山活動の不安定化につながっていると気づかず、世界を危うく滅ぼしかけてしまった。僕たちは海底都市がこの時まで休眠状態であることは知っていた。だから過去に、なんだっけこれ、遡るじゃなくて、さっき読めたのに読めなくなっちゃった。遡ってじゃないやつ、今読めてたのに悔しい。ちょっと待って、すごく悔しい。過去に、振り返るじゃなくて、遡るじゃなくて、過去に、なんでさっき読めたの急に読めなくなっちゃった。まあ、いっか。パシフィストの民に君の伝説を話したんだ。彼らは同意してくれたよ。この都が、再浮上した暁にはラッシュレス山への、中和光線を放つために宮殿を海上プラットフォームに作り変えるって。そしてこの宮殿を熟練の洗浄屋さんが完全に洗浄した時のみ起動できるように汚したってわけさ。わざわざそんな風に汚した理由は、君のおかげで世界線は、修復され、彼らは元いた時代に英雄として帰還できる。レッドベルベットケーキを、携えた英雄としてね。あ、出た、レッドベルベットケーキを作ってやるからな、のやつ。追伸、もしもこのメッセージが君の商売に役立つのなら、カスタマーレビューとして使ってくれて構わないよ。このレビュー残したところで信じてもらえないよ。世界を救ったとかどうのこうのとか。ちょっと待って、これさ、まさかもう終わり？ちょっとさ、一回これ進めてみていい？ちょっと一回これ続けてみて。あ、やっぱりそうだ、エンディングになったよ。わ、エンディングってあるんだ。あ、俺の今までのやつ振り返ってくれてる。ちょっと見よう。あ、これやったね、バイク。すごい、これ全部振り返るんだ。これエンディングあるのちょっと感動なんだけど。あ、なんか音楽流れちゃってる。音楽流れちゃってるから、じゃあここは飛ばした方がいいね。ここはなんならちょっと一旦戻れるかな。戻って、いや戻らない。あ、なんか変な感じになっちゃった。ちょっと待って、とにかく、ちょっとごめんなさい、途中でメニュー、これ消したいけど、ちょ、あれ、ごめんなさい、タブレットを閉じればいいのか。タブレット閉じる。え、閉じれなくなっちゃった。あれ、終わりはまあ、ということで、これちょっと一回再起してみるか。ちょっと待って。ちょっと一回ちょっともう一回再起してみます。ちょっと途中でちょっと焦っちゃった。変な感じになっちゃった。エンディング飛ばせるのかなと思ったらこっちに戻ってきちゃった。ちょっと裏画面になんか映ってるし、ちょっと一回ちょっと止めます。はい。なんかとにかくなんかこういう感じで、いろんな人が関わってきたよっていうのが流れて、ま、ちょっと最後これバグってるんですが、ちょっと終わりにはこの画面はいいかなと思って、この画面にしました。で、まだ特別依頼っていうのがやってないのがあるから、それをもしかしたらこの先やるかもしれないですが、一旦、
ストーリーは、ストーリー、まあ、全部回収したとは思えないけど、あの、猫が集まって、エビの匂いに集まってきたくだりとか、全然回収っていうか、あれできてないけど、なんか思ったよりすごい人たちが関わってんだね。やっぱりゲーム作るって大変なんだな。でもすごい遊ばしてもらったなぁ。ハマって。これだって1000円ぐらいですよ。たったの。たったの1000円でマサルコどんだけ遊べたか。もう1ヶ月丸々以上遊んだんじゃない？もう全然楽しすぎたわ。このゲーム。本当にもう一回違うあれはやろうかなと思ってますけどね。じゃあちょっとここは飛ばして、これ最後どういう風な終わりの画面になるかだけをちょっと見届けて、これは一応クレジットっていうのをやったらこれになって、本当は全部振り返ってるあの画面を見たかったけど、途中でバグっちゃったんで、一応これになってます。では、飛ばします。はい。ということで、これクレジット終わったらどうなんだ？真っ暗だけども。黒だけど？暗闇の中？なんか後日談みたいな別にないんだよね。すげえ真っ暗な画面で終わるってある？ちょっと。どうしたらいいのこれ。あ、洗ってくれてありがとうだって。わー、わーい、わーい、すごい、すごい、あ、もう、ごめんね、最後を吹っ飛ばしちゃって。小人を最後吹っ飛ば、でも最後の最後、あのね、宝石の近くに飾ってあげたから、よかったんじゃない？すごい、洗ってくれてありがとうだって、すごい素敵じゃん。すごい素敵な小人さん出てきてくれた。そんで、この真っ暗闇からいつから、いつ抜け出せるの？この後に悪小人が出てきたりせんよね。ゆっくり気長に待ってた方がいいやつか。今システムがこう、大人の事情というか、こう、中の、なんか、今整理してるところかな。画面が切り替わってほしいんだけど、切り替わらない。これもう一回、洗ってくれてありがとうの続きがあって、でも？みたいな。でも？って言われたら嫌だよね。てか、どうしたどうしたらいいんだこっから。で、とりあえずこの画面で終わりますか。何にも言うこと聞かなくなっちゃったな。じゃあとりあえず、この先はない感じがするので、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。パワーオシシミュレーター、一応これで一区切りとなりました。あとは特別依頼がまだ残っているので、多分やると思いますけども、本当にご視聴ありがとうございました。次回あるかわかりませんけれども、多分やると思います。お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロール。イーギル。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を